食べ終わったのにまだまだね、ほじほじしたいっていうかね、こう余韻を楽しんで、残った味を楽しんでますね。こういうので、まあ、これはすごく本当買ってよかったなと。おお、こっち来たはい、はい、続いてですね、このアストロコーンっていうのなんですけれども、これもうね、すでにね、カジカジしてね、横のとこね、こういう感じになっちゃってるんですけどもね、これはもうね、何個もね、ダメにして、こう気に入ってるから、ほら、こうやってくるんですよ。はい、もうね、ワンちゃんが、おワンちゃんがね、こうね、カミカミもね、するので、この子犬ちゃんにもね、ちょうどいい感じなんですよね。で、まあ、うち成犬になっても全然これでカミカミして、あら、全然怖い。こっちがいい、赤がいい、あ、違う、青がいい、いらない投げた、はい、こっちにする、はい、こっち、はい、青にする、はい、青にした、投げた全然ダメじゃないですか。はい、どうぞ、はいはい、で、残念でしたなんですけども、これは前にも紹介してるんですけども、あのワンちゃんのおやつですね。これ下痢しなくって長くカミカミしてくれるっていう適度な硬さがあり、あのなんかこう危険な感じね、おやつでもちょっと危険な感じのあるものもあるんですけども、そういうのは一切なくて、私はもうこんな感じで通販でまとめ買いしたものがたくさんあります。はい、ワンちゃんもね、頭がいいので、おお、おさりおさりおさりしてください。まだ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 、よしできます、まだ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 、よしかわいい、はい、まだ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 、よし、はい、マリコワさん、これね、前2ついっぺんにあげてたんですよ。そしたらね、あの1つ1本食べ終わったらもう1個ね、取り合いになったことがありまして、あんちゃんとたんこんちゃんで、この2人だからね、これ1本ずつしか今ね、あげてないんです。ちょっと危険なので。こちらね、こういうおもちゃもあるんですよ。ここにね、隙間のとこに、あのワンちゃんのおやつのスティック挟んで、それで食べてもらうっていう感じなんですけれどもね、なんて言うんだろうあのスティック状のこう赤色したおやつあるじゃないですか。あれちょっとね、お腹壊しちゃうんですよ。なんでね、これは今ね、ほとんど出番がないです。そうなんです。で、あとですね、ちょっとこれはあんまり言っちゃいけないんですけども、このタイプ、これね、骨なんですよ。結構グロいですよね、これ本物の骨。これね、全然硬くてねうちのワンちゃんたちの歯では全然ね、もうね、なんて言うんだろう、傷すらつかない硬さなんですよ。これ大型系用なんですかね。こう横のとこちょっとこういう感じにはなってるんだけど、これぐらい、ここまでが限界で、もうなんかあんまり気に入らないみたいで、もうあの3本あるけど全部放置されてる状態ですね。で、あとこれは結構有名なおもちゃだと思うんですけど、300円ぐらいだったんですかね。これで、あのまあ、ちょっと今おやつに夢中なんで遊ばないんですけど、これ、お部屋でこう投げたりとかすると、ああ、やっぱ来た来た来た。食べた。あんちゃんはね、こういうの好きなんですね。みんな、まあ、来た来た来た。来ない。来ない。はい、あんちゃん。あんちゃん。あ、うまうまに夢中ですね。これもね、買ってよかった商品です。これ、ほこりがついちゃってるんですけど、ちょっと汚いんですけど、これ天然素材で、木のもので、これね、確かね、結構いいお値段したと思います。他のおもちゃと全然違くて、やっぱ天然素材なんで、1800円とか、1500円ぐらいしたんですかね。すぐ壊しちゃうからね、なんかね。まあ、でもこれも気に入ってるので、結構買ったりとかしてますね。なので、おすすめなのは、先ほどのこれですね。アストロボーン。これはおすすめです。あ、もう汚くなっちゃう。こういうとこね、切ってね、外してあげて、結構ね、細かくなってからね、こう、取れる感じなので、飲み込んじゃった場合とかはですね、うんちで出てくるので問題ないと思うんですけれどもね。
あとこのボールのタイプですね。これはもうね、ちょっとあのテニスボールより小さいんですけど、あのいつものようにあんちゃんがね、こうね遊ぶのにボールが好きだからこれは買ってよかったです。他の2人もね、あの集中すれば遊んでくれるんですけど、やっぱりね、あんちゃんが一番好きみたい、ボール。上手。はい、あとですね、このフリスビーですね。これはですね、あのこう部屋に置いとくと、この角のとこカミカミされちゃうんで、ちょっとしまってあるんですけども、公園とかでやる場合はロングリードでやって遊んでるんですよね。だけど、あのあんちゃんね、遊びすぎて酸欠で倒れちゃったことがあって、あんまりね、ちょっと長時間これで遊ぶのもね、ハーハーしちゃってね、ダメみたい、あんちゃん。なのでちょっとね、雪の日とかにね、前やったのも動画にさせていただいてるんですけども、そうなんです。フリスビーもね、なかなかこういうのが好きな子はね、ほんと楽しいと思います。